どうも、クーヘイです。ということで、ポケットモンスタースカーレットをね、やっていこうと思うんですけど、まあ、実はね、サブチャンネルの方で、もうストーリーをね、クリアさせてて、まあ、その後もね、割かしやってきたんだよね。で、こちらがね、まあ、シーズン1のランクバトルの結果になるんだけど、まあ、なんとか、マスターボール級は行きました。その時の勝率が、こちら、まあ、ちょうどね、50% だったんだよ。そして、シーズン1終了した時のランクが、こちら。勝率 50% です。ということで、ポケモンバトルに何の定評もない僕がね、まあ、今日やろうと思った企画は、指を振るだけで、純伝説、あいつの、雨降ってきた。指を振るだけで、純伝説のポケモンゲットできんじゃねってことで、はい。こちらが、今日、協力してもらうポケモンたちです。いや、なんかさ、ピンクのポケモン多いな。でね、まあ、それぞれレベルがバラバラなのは、まあ、今回指を振るだけしか使えないから、まあ、いろんなレベルいた方がいいかなと思って、ちょっとわざとばらけさせてるんだけど、ちなみにこのコノヨザルは、俺がランクで、エースとして活躍してたコノヨザルを、この企画のためだけに、技をすべて忘れさせて持ってきたっていうね。いや、だからこいつは今日リーダーです。で、まあ、指を振るっていうのが、まあ、どんな技かっていうと、まあ、ランダムで技をね、1個出せるっていう技なんだよね。まあ、だから、強い技が出るかもしれないし、弱い技が出るかもしれないと。いや、それがね、わかんないのが今回の面白いところな気がする。ちょっとじゃあ一回使ってみるか、こいつに。いけ、指を振る。これ、どんな技出るんだ？俺まだ使ったことない。オーロラビーム！あ、強いね、意外と。いや、でも逆に、強すぎると、純伝説ポケモン倒しちゃうからね。まあ、ちなみに、純伝説ポケモンがどういうのかっていうと、まあ、伝説ほどじゃないけど、いや、強いポケモンっていう印象があるわ。で、今回その純伝説の出し方なんだけど、このね、広いマップのところどころに、こういった杭があるらしいの。で、この同じ色の杭を8本抜くと、純伝説ポケモンが出てくるらしい。なんでちょっとじゃあまず、この紫色から抜いていこうか。いや、これね、紫色の他に何個かあるらしい。いや、でもすげえ高い場所にあるなぁ。あ、これクレイがいた。はい、これで2本目。俺ね、でも、ストーリー進めていくうちに何個か抜いてった杭もあると思うんだよね。で、今回ね、まあ、特別な縛りを設けようかなと思ってて、まあ、その縛りとして、はい、なんと、モンスターボール縛りってことで、モンスターボールたくさん買ってきました。まあ、でも、HP 赤ラインまで行ったら、まあ、何回かやれば、モンスターボールでゲットできるでしょう。いや、これが、後に俺を苦しめるってことにならなきゃいいけどね。はい、3本目。あ、ここにもコレクレいる。結構セットでいるのかもね。あ、ここにもあった。あ、やっぱコレクレいる。かわいい。まあ、でもやっぱね、純伝説はね、捕まえるべき。まあ、なぜなら、まあ、俺ね、勝率 50% だったランクバトルだけど、純伝説ポケモンも使えるようになるからね。絶対、能力値としては、めちゃくちゃ高いから、いずれね、絶対に使う時が来るよ。間違いなく。待って、中途半端に俺が杭を抜いたからさ、あれ？ここら辺にあると思うんだけど、いや、俺もう抜いた説あるな。さあ、ここの杭で、ラストじゃないか。これ8本目な気がするんだよな。頼む、なんか、見落としてないでくれ。来い。これどうなる？俺まだ、マジで一回も戦ったことないから、どうなるかわかん、来たー！カッシ？え？何の音？カッシ？祠の方から謎の声が聞こえた。で、祠もね、ここ近いっぽいんだよね。なんで、あ、もうでもいかにも祠みたいな場所あるな。いや、ここだ！あ、もうすぐ下だ！ここか？やばい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 ！え、ちょっと待って！まだ心の準備ができてない。なんかさ、ここら辺にさ、トレーナーいない？あ、いた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 。俺なんかさ、どれだけ攻撃技を出すかとかさ、一回なんか見てみたいんだよね。はい、イキリンコ。いや、こいつ、弱そうだな。いや、ただ、強い技をぶちかまさなくていい。7レベル？あ、まあいいや。これで、じゃあ指を振る。どうだ？バレットパンチ。え、これね、これ、最初にこのヨザル行かせんのはまずいわ。多分、バレットパンチなんてしたら、一発でやられちゃうんじゃない？どうだった？俺とのバトル。この先の崖のところに、鎖のついた蓋があってな。あ、これ、ホコリの、ホコリじゃねえや、ホコリってなんだ？ホコラのことだろう。ぼんやり光ってたけど、あれ何だったんだ？ま、お前は知らなくていいよ。
これから俺が確かめに行くからな。いや、一匹目この夜猿はね、さすがに危ないんで、ちょっとね、他のやつと変えよう。いや、ドイツがいいかな。いや、まあ、ここは、中間を取って、叫ぶ尻尾からにするか。まあ、この叫ぶ尻尾ね、まあ、パラドックスポケモンだから、割と数値も高いわ。特防とか素早さ高っ。で、まあ、ちょっと新たなね、縛りを設けようと思って、まあ、純伝説ポケモンって、もし倒しちゃっても、日付が変わると、復活するんだよね。まあ、それだとスリルがないんで、もし、一回倒してしまうごとに、なんと、うちの指を振るメンバー、ランダムで一匹、解雇したいと思います。いや、これのやばいところがさ、俺普通にこの夜猿、ちゃんとランクバトルで使ってたんだよ。いや、だからこいつ逃がされるとやばいんだよね。っていう、ま、スリルも味わいつつ、じゃあ戦っていくか。いや、頼む。いや、でもね、この中にいるやつマジで、どういうやつかわかんない、全く。祠の中からかすかに音がする。祠に触れますか？この奥に、なんか洞窟みたいのがあって、進んでくとポケモンがいる感じなのか。ああ、やばいやばいやばい。え、なんか尋常じゃない音立ってるけど。ああ、倒れた。え、この音は、だいぶでかいポケモン来たな。え、そっち？あ、もう出てきてんの。ええー、こいつ？カキシルスってポケモンか。え、なんかそんな強そうじゃなくない？いや、申し訳ないけど、これ、いけそうだな。チオンジェン。あ、こいつ、カキシルスじゃないんだ。あ、60レベだ。あ、じゃあ同じだ、叫ぶ尻尾と。カキシルスっていう鳴き声だったんだな。いや、確かにさっき、カキ、つってたもんな。いや、ってことで、じゃあ、指を振る。いや、こいつ何タイプだ？もう見るからに草タイプっぽいけどな。さあ、指を振るで、ま、これでどんな技を出すか。オーロラベール。あ、これいいんじゃない？え？決まらないの？あ、そんなことあるんだ。あ、やば！パワービップだ！ってことはやっぱ草タイプのポケモンだな。まあ、もしかしたらもう一つ何かあるかもしんないけど、まあ、それはこの叫ぶ尻尾が繰り出す技で判別できるかも。癒しの波動！これさ、あ、そうだよね。相手も回復させちゃうよね。ギガドレイン。まあ、でも待って、俺まだ攻撃技を一つも出せてない。クロッシュ、格闘技だ！当たらない！ダメダメだな！やばいって叫ぶ尻尾！ここでなんか残せ！なんだ次！フラフラダンス！お、これ何？相手混乱しそう。あ、混乱したわ。でもね、こういうのね、あんま良くない。まあ、最初はいいと思うけど、なんか HP ギリギリの時に混乱とか出しちゃうと、HP 調整できずに倒しちゃいそうだからね。だからね、やけどとかも怖いわ。麻痺とか一番いい。あ、試練の頭突き？あ、え、効果ない？何タイプ？ってことは、悪だな。こいつ草悪タイプだ。え、待って。マスカーニャと同じじゃん。え、俺さ、ランクバトルでさ、マスカーニャ使ってたんだよ。え、次からチオンジェンになる？もしかしてこれ。え、これじゃあ絶対にゲットするぞ。だったら、じゃあ格闘技とかも結構入るんじゃないか。お茶会。何それ？え、お茶会でみんなで木の実を食べた。これ何？跳ねると同じような感じ。あ、でも、結構自分のこと攻撃してるな。割とね、もう溶けてほしいけどね、混乱は。怖いから。これね、虫技出るとかなり危ない。4倍弱点だよね。ボルトチェンジ！待って、これ、変わるぞ。え、叫ぶ尻尾が戻ってきたんだけど。ボルトチェンジは、こうやって攻撃してから、別のポケモンに変わる技なんで、ま、なんか最強の技出たりしたら困るんで、ちょっとじゃあヤドランとかで、ま、地道に与えていこうか。このヤドランは、レベルがね、5低い、55レベルなんで、ま、もし抜群技来ても、割と調整できるんじゃないかな。あ、イカ様！ええー！このね、イカ様っていうのは、ヤドランの攻撃力に比例して強くなる技なんだよ。あ、でもヤドラン、攻撃そんな高くないな。まあ、普通に抜群だったから結構入ってたっぽい。さあ、いけ！指を振る！あ、混乱解けた！うわー！回復された！ヤドラン、いいところなし！あー、結構回復するな。デカヌちゃんとかで行こうかな。デカルちゃんでも75レベルだから、15レベルも上なんだよね。純伝説だし、きっと、ねえ、耐えてくるでしょう。虫タイプの技以外だったらいいよ。うぅ、虫食いまずい！危ねえ！危ないんだって！
やめてよ、虫タイプ以外の技だったらいいよのフラグ出た。まあでもここまでいったら、いやちょっとねこれ調整できないわ。しかもねこれもうモンスターボール投げちゃっていいわ。これねでもギガドレインとかで結構ねHP をねちょっとぐちゃぐちゃにされるんで危ない。イカ様今一つでこれもう投げ続けようモンスターボール。うわーギガドレやだな。一回あーあれなんか捕まえられる気がする。何その技、カタストロフィー。あ強っ、レベル差15あるのにそんな食らわせてくる。今の絶対悪技だよな。まあでもこっからさらに攻撃させるわけにもいかないんで一回二回来た。これ3、うわー来たー、やったー、チオンゼンゲットしたー。意外といけるもんだな。てかあの BGM かっこよかったね。多分純伝説と戦うと特別な BGM になるっぽいわ。ってことで、あやっぱ悪草だね。へえ、気になる。ちょっと強さ見てみよう。あ、特防高い。あ、特攻も割と高いわ。このカタストロフィーってどういう技？相手の HP を半分にする？え、とんでもねえ技持ってたじゃん。危ねえ。この技されたらどれだけ HP 高くてもさ、あんま意味なかったよね。いや、危なかった。いや、ゲットできてよかった。まあでもこれまだ1体目だけどね。今回は残り3体います、純伝説。なんでじゃあ2体目の杭抜いていくか。さあ、次はこの黄色の杭だね。意外と杭見つけにくいわ。杭だけに。いや、ていうか俺さ、色違いのポケモンを見つけたことないんだよね。今まで割とポケモンシリーズはやってきたんだけど、本当に一回も見つけたことがない。なんでね、ちょっと色違いもね、いずれ見つけたいわ。あ、いやなんか、あれが杭かって思ったら、こっちか杭。テラスタルの方が光ってるじゃん。お！もう来たんだ。キル。いや、ここはね、当てにならないから、マジで。よっしゃ、2体目の純伝説。倒していくか。倒しちゃダメだ。ここら辺に、あった、ほこらー。いや、ちょっと待って。じゃあ、ドイツから行くか、次は。いや、叫ぶ尻尾、もう一回行ってみようか。はい、ってことで、ほこらの中からかすかに音がする。よっしゃ、ほこらに触れるか。いや、次、どんな奴が出てくるんだ？でも、ここで、絶対に捕まえていくぞ。この指を振るメンバー、誰一人として失いたくないから。で、まあ、演出は同じっぽいね。はい、来たー。次はどんなやつだ？猫？キルキル。鳴き声にしては怖くない。キル。俺のことをやろうとしてるか、その歯で。いや、でもこいつちょっと強そうだな。ペルシアンのなんか進化系みたいになってるけど、でもちょっと可愛さあるな。猫っぽいからか。パオジアン。パオジアンって言うんだ。まあ、予想は、氷。となんか、ちょっとザシアン感もあるから、格闘もありそう。いけ、叫ぶ尻尾、見せてやれ。不意打ち？あ、効かない。不意打ちは俺が攻撃技じゃない。ねえ、多分決まらないから、ここで、舌で舐める。まひれ！まひ、もう！すごい！マジか、これめちゃくちゃいいわ。麻痺が一番いい。いや、すごいな。不意打ちされたのに、不意打ち失敗させて、しかも攻撃技打つって、これもう指を振るでしかできなくね。さあ、次はなんだ？お前も不意打ちかーい！ってことは、つらら落とし、やっぱ氷技だな。いてー。つらら落としはでもね、結構な確率で外れる技だった気がする。てか、麻痺らないかな。あともう一つ、何タイプなんだ？ウッドホーン！あ、回復するよね、それ。おお、いいじゃん、叫ぶ尻尾。結構耐えてる。つらら落とし。耐えろ。おお、いやでも、強えパオジアン。こいつ素早さ早そうだけど、あー、危ね、不意打ち。おお、不意打ちできるってことは悪タイプか、こいつ。指を振る。で、またさらに、クイックターン。え、待って、また逃げた。え、あ、叫ぶ尻尾、また逃げた。まあまあまあ、でも、まひらせたのはマジででかいわ。ってことでじゃあ、ハピナス行ってみるか。こいつ HP 多いから、結構安定して戦える気がするんだよね。いけ、カタストロフィー？え？お前も持ってんの？ハピナスに効きすぎだってそれ。マジか。え、純伝説全員持ってる悪の波動。どうだ？あー、全然入らない。悪確定でしょ。お！体痺れて動けない。これマジででかい。なんか結構いい感じに削ってくれ。また、え？
すごい確率じゃない ?2 回連続同じ技出すって。でも怖い。いや、でも、ハピラスだったら、そんなね、攻撃出さない。おーっと。ハピナスってね、HP 多いし、特防も高いんだけど、見ての通り、防御力めちゃくちゃ少ない。こんな少ないの?ちょっと待って、これほど少ないとは思わなかったわ。29か。ま、ただ、ここで倒されたのは、都合がいいかも。これもうベトベトン出すよ。こいつ一番調整できるから。50レベルだから、カタストロフィーでしょ?いや、この HP 満タンのポケモンにカタストロフィー結構効くなぁ。来い!捨て台詞!待って、これは、これ下がるよね。待って、ベトベトンも下がるよね、これ。あー、相手の能力を下げて、ポケモン交代するっていう。じゃあ、ヤドランでもするか。まあでも、ヤドランだったら、なんかもう一発入るはず。耐えろ!ヤドラン!お、全然効かないわ。なんか、ちょっとでいい。滝登り!いや、大丈夫じゃない?危ねえ!ははは!これよ、これ!しかも麻痺してるし、回復技はないからね。ギガドレインみたいな。ってことで、じゃあ、モンスターボールで、これもう、これ以上ない削りしてない、俺。いけ!一回!あー、でもね、ま、さすが純伝説だな。これもう、あと、耐えるだけでいいんじゃない?いけ!これで、一回!あ、これ来たな。はい!よーし!よし!え、めっちゃいい!今回めちゃくちゃ良かったね。いや、叫ぶ尻尾、あ、待って、やばい。あ、ベトベトンレベル上がったね。まあでも、まあどうにかなるか。ちょっとじゃあ、パオジアンの強さ見てみるか。あ、素早さめちゃくちゃ早いね。え、こいつめっちゃ強くない?なんか、まんべんないね。もう特性もめちゃくちゃ強。自分以外の防御が弱くなるってどういうこと?あ、てか図鑑も見てみよう。これ、チヨンジェンの説明見よう。はい。王の悪事を木簡に記し、処罰された人の恨みが枯れ葉をまとい、ポケモンとなった。これとんでもねえポケモンだったんだな。あ、最悪ポケモンって書いてある。へー、見た目の割には、なかなか重いポケモンだったな。そして、パオジアン。1000トンの積雪を操る。雪崩を起こしてその中を出入りして無邪気に遊ぶ。え?規模が違くない?こいつらやっぱ。こいつも最悪ポケモンだね。すげえ奴らだな。まあ、でも今のところ結構順調だから、ま、この調子で3体目も行くか。さ、次は、ここにある、これ何色だ?黄緑色の杭らしい。はい。杭の色は、なんか、ポケモンのタイプに関係あるとか、まあ、ないか、さすがに。お、すげえ、こんなところに杭あるんだ。で、これを抜けば、俺はもう全部集めた気がすんだけど、いや、どうかな?マジで何本抜いたかわかんない。来い!鳴き声来い!あ、来ない。やばい。どっか見落としてんな。この上見落としてるかもしんない。あってくれ!あったー!ここで、いや、ここで最後だよな。さあ、どうだ ?3 体目来るんだろ?来たー!そっげ。これ、鳴き声的に強いな。でも、祠の方から謎の声が聞こえたってさ、超遠くから聞こえてるよね。あ、あったー!ここだー!さあ、じゃあ次は、まだ出せてない、この夜猿も行ってみるか。こいつ80レベルだから怖いけど、もう一発でめっちゃいい調整してくれるはず。この中にいるのはどういうポケモンだ?はい、祠に触れます。いや、でもまあ、純伝説だったらね、この夜猿の攻撃、全然耐えられるでしょう。はい、来た。え、どいつ?鹿が出てきた!あ、なんかしかも、なんか硬そう。巨像音みたいな肌感してない?注げー!鳴き声は一番弱そうと。なんか、え、すごいな。その角どうなってんの?ただこれだったら、この夜猿のパンチ一発耐えそう。はい、なんか特攻弱まったって書いてあったけど、まあ、この夜猿にはそんな意味ないんじゃないかな。さあ、なんか抜群とかやめよう。地ならし!どう?おう!で、素早さ下がって、いいじゃん、いいじゃん。うわー!やっぱね、多分今回の純伝説全員カタストロフィー覚えてんな。これ待って、この夜猿が倒されるっていう事態になったらだいぶ大変だけどな。じゃあ、悪タイプと何かか。氷山おろし?何?危なー!おい!ひるんだ!え、すごくない?ちょっとじゃあ、ポケモンを入れ替えよう。じゃあ、ベトベトン出して。え、でも多分今の氷技抜群だったじゃん。だから、ま、草か地面なんだけど、ま、草さっき出てきたし、多分こいつは地面悪だな。
あー、岩なだれ。あー、ベトベトン大丈夫か。ただ待って、いやこれだったらあと1回指を振るできるはず。ベトベトン、ちょっと優しく頼む。なんか抜群とかやめろ。やばー、ベトベトン何やってる。やってしまったー。あーついに、あー、ディンルーフ再び心に封じられちゃった。やったな、ベトベトン。はい、ということでこれから解雇ルーレットが始まります。さあ、てことで、じゃあ解雇ルーレット始めるか。いや、マジでこの世ザルだけはやめてほしい。あと、このチームの主力になるメンバーだけはマジで残しておいてくれ、頼む。いや、あのね、一番無難なのがベトベトンかもしんない。待って、あー、デカルちゃん、え、あ、第二エース、まさかここで散る。デカルちゃん、じゃあな。ポケモン初めて逃がす。あ、デカルちゃん。バイバイ、デカルちゃん。ということで、新メンバー探していくか。あ、待って。とんでもないメンバーいたんだけど。ちょっと待て。え、やっちまうか。さあ、このロン毛。まあこれ、どういうポケモンかっていうと、俺が動画で一緒に旅を共にしてきたポケモンだね。待って。オーロンゲマジ？こいつね、でもね、指を振る覚えるんだよな。ってことで、デカヌちゃんアウト、ロンゲイン。いやもうこれ、新加入の、ロンゲから行くしかないよな。さあ、じゃあその力、見せてくれよ。よし！行くぞ、ロンゲ！指を振る。オーバーヒート？あ、効果ないね。いや、ちょっとタイミングが違ったわ。1体目、2体目は、多分、炎技抜群だったけど、いや、こいつだけは違かったね。いや、惜しい。ナイトヘッド？え？何一つ効果的な技が出してない。いや、次こそ、いいの来るはず。不気味な呪文？あ、ダメだ。おい！危ねえ。俺ら一緒にさ、旅をしてきたからわかるだろう。俺が今こういう技をしてほしいっていうのが、なんか抜群技放ってほしい。え、てか、ここまで来ると、ディンルーのタイプが結構優秀なのかもしれない。地面開くって確かに強そうだもんな。なんだ？トロピカルキック？ダメだ。こんなことあるんだな。ちょっと運も悪かったわ。ってことで、じゃあ次はヤドラン行ってみようか。あ、やべ。ヤドランもやられた。いやもうじゃあここ一回このヨウザルで、かますしかないか。ちょっとじゃあ見せてやれ、本当のエースの力を。ライジングボルト。ああ、エースダメだ。そろそろ来ていいんじゃない？なんか。畑落とす、来た。うわ、マジか。ああ、このヨザル落とされると、ちょっといろいろまずくなってくるよ。自信、どうだ、これ。いや、でも、まあ、普通だな。あ、いてててて。あ、ソーラービーム。これ、待って。やばい。ソーラービームはまずいんじゃないか。これ、一旦貯めるから、これ、どれぐらい入る？ちょっと優しめで頼みたいな。いけー！おー！いい！危な！てか、こいつ、ディンルー本当に強いな。普通にやられちゃった。よし、ハピナス頑張ろう。いやー、まずいな。え、これ、本当にまずいな。普通に全滅する。全滅した場合も、一人解雇しなきゃいけないんで。うわ、ここはね、ちょっとじゃあ、叫ぶ尻尾に任せようか。さあ、モンスターボール。あ、これね、一回、二回、これ、あ、来た！あー！ってことはでも、まだ可能性があったわ。いけ！一。あ、これなんか来た気がする。全然ダメだ。頼む！ここで来てくれ！うわー！嘘だろ？落ちるな！やばい！ベトベトン！お前にかかってる！いや、こうなるとですね、あと一回だけ指を振るで、削りたい。待って。あぶねー。なんかいいの、ちょうどいいの出せ。アクアジェット、いいじゃん。これで、頼む！お前が MVP になってくれ！いけ！一回、二回、三回、来たー！ベトベトン、こいつが MVP です！解雇されなくて本当に良かった。いやー、マジで苦戦したな。イニシエの儀式で使われた器に注がれた恐怖が土石をまといポケモンとなった。この頭についてんの、そんな意味深な器だったんだ。こいつ絶対強いでしょ。うわ、防御高っ。まあこれで、やっと3体目をゲットしたね。次でラストだな。さあ最後の杭は青色だね。
さあ、ここでラストかな？さあ、ついに、最後の、純伝説と戦うのか。どんな鳴き声してるんだろう。あ、最後じゃなかった。あったー。いや、ここがね、さすがにラストだな。さあ、どうだ。来たー。み、よ。どんな鳴き声してんだ。ここら辺に祠あるか？こんなか？いや、さすがにないか。いや、こん中だ。へえ、すごいところにあるね。しかもなんかいろんなポケモンもいるし。よっしゃ、行ってみるか。はい。もちろん一番手は、ロン毛だね。さっき、いいとこなかったからな。さあ、最後の純伝説。どんな姿してるんだ。はい。え一番弱そう。なんか金魚出てきたんだけど。何こいつ。まあ、おそらく、水、悪かな。まあ、雰囲気的に。はい、災いの玉。あ、特防が弱まったって書いてあるね。まあでも、見せてやれ、ロンゲー。さあ、なんだ？あくび！めっちゃいいじゃん！あ、効果ないんだ。あ？噴煙！え、待って、火？え？炎？え？こいつちょっと、騙されたな。水タイプではなさそうだ。吹き飛ばし。いや、意味ないんだよな。ちょっと、ははは。おい、もしかして、あ、カタストロフィー、あぶねえ。まだ耐えてるな。これで、ロンゲー、見せ場を作ってやれ。もうすべてをチャラにしろ。ハイドロポンプとか出ない。神秘の力、ダメだなあ。あ、でも、まだ猶予が与えられた。あー、HP12、いいんですか？いや、こいついいやつだな、いいゆい。いけ！火炎放射。あ、ダメでした。運営だー。結局1ダメージも与えられなかったな、ロンゲー。まあ、じゃあ、ハピナス、こういう時こそ使えそう。特防高いからね。はい、運営、どれぐらい食らう？あー、いやでもやっぱ、硬い。あー、火傷落ちちまったか。火傷を負うと、ちょっと攻撃力も下がるんだよね。転がる。これ全然食らわないはず。マジか、そんなに入らないもんなんだ。あ、これやられたなー。いやでもね、飛び跳ねる。これ厄介だな。なんかね、空を飛ぶみたいに上空にいるんだよな。で、ここはどうしよう。ちょっとじゃあ叫ぶ尻尾出すか。いけ、アクセルロック。あ、いいね、いいダメージ。ただ封縁耐えろ。叫ぶ尻尾もさ、特防高かった気がするもんね。なんか優しめ。何臨床って。え、あ、よかった。いやー、これでも HP さー。え、これね、交代するわ。これちょっとベトベトンに交換しようかな。え、なんかしてくるか。ふんえ、耐えろ！ベトベトン耐えろ！うわー、耐えたー。ベトベトンでもさっき結構強い技出して、倒してるか。待って！何それ！危なー！ようわかんない技出たか。イバル怖えー。いや、これはもうね、モンスターボールいけるんじゃないかな。結構、ダメージ与えたよ。はい、あ、え、確定？あ、じゃあ、全然違うわ。あー、ベトベトンやられた。さあ、行け！ 1 回、2回。あー、惜しいんだけどな。え、なんか、あ、びっくりした。なんか、ガバイト出てきたんだけど、あ、見てる。戦闘見てるわ。これで行け！ 1 回、あー、待って。もうちょっとダメージ与えなきゃいけないか。うわ、飛び跳ねる。これさ、飛び跳ねる中ってさ、モンスターボール当たるかな？ちょっと一回投げてみる。あ、ダメだ。指を振る、使って。ってみるか。バレットパンチ、あ、あっぶねえ。絶対倒してた。攻撃力上がってたし。まあでもこれで飛び跳ねるでやられたか。もうじゃあこの夜猿で耐えながらモンスターボール投げまくるか。はい、一回。この夜猿いなくなったらちょっと、もうヤドランしかいないぞ、俺。一回、二回、三回。いやー惜しいのになー。お、待って、いやでもこれね、やけどでやられちゃうね。ヤドラン行くしかないか。いや、これどうしようかな、マジで。多分ね、ヤドランはね、そんなに噴煙は効かないんだよ。一回モンスターボール投げて、はい。これでゲットしたら、あー。で、噴煙打ってほしい。うわ、一番良くないの出た。え、待って、これやばいわ。これのやばい理由があって、多分指を振る、これ高校で発動しない？俺。やばい。あー！高校で発動して、うわ、まひった。いや、逆に技出ない方がいいかもしんない。あ、ラッキー。いや、でも待って。これさ、モンスターボール、いや、ゲットできないか。いけ、さっき3回言っただろ。1、2、3! いやー、よっしゃー。いや、まひ、ありがとう、まひ。さあ、そして、ついに、
ゲットしたぞ。4体純伝説。いや、めちゃくちゃ運良かったな、今。3000度の炎を操る。岩や砂利を溶かして作ったマグマの海を悠々と泳ぐ。いや、これ騙されたね。見た目絶対水タイプだと思ったわ。そしてちょっとじゃあ強さを見てみようか。うお、特攻高、特防も高えし。いや、純伝説、やっぱそれぞれの能力で強い場所があったね。こいつは特攻がめちゃくちゃ強いタイプだったわ。はい、ってことで、待ってこれ、あ、待って。やばい。50レベルの深丸に絡まれた。もうヤドラン麻痺して、あとこいつしかいないのに。あ、やべ、逃げられなかった。え、ここでやられるなんてことある？やばい。穴を掘る。逃げろ！あ、耐えろ、ヤドランか。あー、危ない。ちょっとこれは、もうダメだ。ダメなんで、ゲットしよう。いけ、ダークボール。こうすればよかったんだな。1回、2回。え？待って、まずい。絶対にここ逃げるぞ。逃げろ、逃げたー。はい、ちょっと急いで、もう逃げよう。ここ怖すぎ。よーし、これで全ての純伝説捕まえられたな。さあ、ということで特別企画として、この指を振るメンバーでちょっと学校最強大会に挑んでみようかな。まあ意外とどうにかなるんじゃない。まあ俺この夜猿80レベルいるしな。最初は、え、家庭科教師、コアモテアットホーム、サワロ。全然どんなポケモン出してくるかわかんない。まあでも俺は、最初はこのヨザルから行こうかな。え、弱そう。ラッキー当たりくじだぞ。え、65レベル。いや、強そう。氷の牙。強いんじゃない？いや、いけるよ、これ。はい、ニトロチャージ。あ、ヘドロ爆弾。おう。いや、意外と倒せるもんだな。あれ？これ、このヨザルまずいな。あ、やられた。え？何これ？え、今の未解禁技？え、なんか出た。でも倒せないんかい。よし、これで B クイーンも倒した。ただ待って、こいつまだまだ後ろにいるよな。あ、叫ぶ尻尾をやられた。まずいです。残り2体。お、ベトベトンがヌメルフを落としたぞ。まだいける。あ、吹雪だ。あ、ベトベト。やばい、あと1体だ。まあ、残る1体は、あいつだよな。そう、ロン毛だね。いや、こいつ、今日攻撃与えてないからね、1回も。だから、こういう時に、3立てするんだろ。見せてやれ、ロン毛。はい、オーバーヒートとか、焼き尽くすいいじゃん。うわ、全然入ってねえ。鬼火、うわ、これで攻撃力下がるが、まあ、でも、どうにかなるんじゃない？指を振るだし。いけ。暴風、いいじゃん。なんかここに来て強くなってきたぞ。あ、まずい。ちょっと耐えて。危ねえ、危ねえ。とんでもねえ技出せ。ああ。え、スピードスター。ああ、出た。いつものやつ。あ。ということで、指を振るでは、学校最強大会には勝てません。